お雑煮食べるときって何ベース？醤油。醤油。そっか、醤油はあれかな、関東。そうそう、そうね、関東の。関東って醤油ベースだよね。そうなの。私はいつも白味噌ベースで食べてて、実はお母さんとお父さんどっちも兵庫出身だから。そうなんだ。そう、関西の人とか、あとね、なんか資料によるとね、あとどこだっけの、このささやきラジオの放送で言うと、山梨と福井、福井県も味噌ベースらしくて、そう。そうなんだ、知らなかった。石川はお出汁がベースのお雑煮みたい。なんか本当にね、地域によってさ全然違くない？北海道とかさ、鮭とイクラが入ってるらしいよ。美味しそう。あと牡蠣雑炊ね、ね、豪華だよね。めっちゃ高級そう。広島県は牡蠣雑炊食べるらしい。面白いよね。めっちゃ面白いね。醤油ベースってどんな感じ？あっさりしてるの？めちゃくちゃあっさりしてる。あの具は何入ってる？具、ほんとお餅とほうれん草。ほうれん草入ってるんだ。入ってるだけなの。あ、そうなんだ。そう、めちゃくちゃシンプル。美味しそう。気になる。美味しい。私は大根とか人参とかもう入ってる。大根、人参、あとかまぼこも入れる。そうなんだ。私とこだけかもしれないけど、めっちゃ美味しそう。でも白味噌もね、すっごい美味しい。絶対美味しいよね。はい、じゃあね、いっぱい食べようね。お雑煮もね、食べようね。はい、ということで、それでは始めていきましょう。せーの、 AKB48 のささやきラジオ。多分山梨、石川、福井でしか流れないから。皆さんこんばんは、 AKB48 の山内瑞希です。そして道枝咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、咲子初登場ありがとうね。ね、ありがとう。ということで、またまた質問したいんだけど、小さい時、ま、AKB48 に入る前、で、あの冬休みはどう過ごしてた？冬休み、冬休みは、割と兄弟が8人兄弟なんだけど。そうだよね。8人兄弟だから、あの兄弟の友達がいっぱい咲の家にやってきて、みんなでずっとわちゃわちゃしながら遊んでる感じだった。素敵。そっか、兄弟が多いとね。そう、兄弟のお友達。そうそうそう。よくお家に呼んだりするの？呼んだりする。楽しそう。めっちゃ楽しい。咲ぽんは一緒に遊ぶの？それとも弟たちのお世話というか。そう、あのね、兄弟はみんな遊んでるから、それをちょっと、あの遠くから見守る係を、見守る係、見守る係をしてる。そっか、8人だもんね。そう、さきぽんは8人の、8人兄弟の一番上。そう、長女。すごいな、いっぱい。一番下の子で何歳？一番下の子1歳だよ。1歳か。かわいい。そっか、じゃあお世話とかさ、もう慣れっこだね。さきぽん慣れっこ。いいお母さんになるよ。な絶対なる。そっかそっか、楽しそう。冬休みいいね。私はね、毎年恒例行事というか、冬休みあたりになると、あのおばあちゃん家からカニとあとすき焼きのお肉が届くの。やば。そう、だから毎年あの1年に1回カニ鍋とすき焼きを年末年始にすることが多くて、それがもう毎年の楽しみ。めっちゃいいね。カニ鍋とか食べたりする？食べない、食べない。嘘。そう、カニね、美味しいよね。カニ好き？美味しい。大好き。ね、美味しいよね。めっちゃ美味しい。カニ鍋とか、あとすき焼きも、本当にその食べる日が来ると、あ、年末年始今年も来たって思う。ちょうどね、来たって思う。そうそうそう、そんな冬休みですね。いいね。ね、ということで。
サキポンの冬休み事情も知れたということで、それでは AKB48 のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから、ぜひ最後までお付き合いください。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りします。AKB48 の山内瑞希です。道枝咲です。さてコーナーに参りましょう。最初のコーナーはこちら、全国放送じゃ言えないひそひそ話。イエーイ。このコーナーでは全国放送じゃちょっとリスキーで言えないという話を、山梨、石川、福井なら秋葉も遠いしバレないでしょうということで、どんどん話していきます。はい、ささやき、サキポンは暴露持ってきた、うん、持ってきたよ。お、本当、うん、楽しみ、楽しみにしてて、いいね、自信満々で嬉しいです、うん、持ってきた、持ってきた。じゃあここの目の前にね、うん、2本の、ま、割り箸があります、うん、これをサキポン、ま、先に選んでいいよ。いいの、で同時に引こう、オッケー、こっち、オッケー、せーの。お、サキポンが赤を引きました引いちゃったということで、じゃあサキポンが今週の暴露メンバーです。はい、楽しみ。ではお願いします。いいですか。はい、はい、小学生ぐらいの時かな、うん、くしゃみをしたら、うん、鼻から大量にお米が出てきたんですよどういうこと？なんかご飯食べてる時にくしゃみしちゃって、うん、抑えたらめっちゃ鼻から大量のお米バーって出てきて、やばかったすごい、そんなものを隠し持ってたの？ずっと隠し持ってたお米？お米じゃあその前にお米いっぱい食べてたのかな。そう、お米食べてて、うん、そしたらくしゃみ出ちゃってそれで米が全部鼻から食べてる途中？食べてる途中。あ、そっか、すごいね、うん、鼻からフォーンって上に行くんだね。え、ね、びっくりした、びっくりした鼻からまさか来ると思わない、ね、鼻から食べ物出たことないな。めっちゃ痛かった。痛いよね、怖めっちゃびっくりしちゃった。そっかなかなかの衝撃でびっくりしすぎてね、言葉にならない想像つかないけど、そうなんだね、 そんなことがあったんだ、うん、怖怖いよ。なんかね、うん、なんだっけ、この番組の始まったきっかけが、うん、ナナさんが一番最初に暴露したネタが、うん、鼻からゲロが出たみたいなそういう暴露が出て、でその暴露があったおかげで、うん、このラジオが続いてるの。そうだから、それ以来の鼻から系の暴露鼻からシリーズできちゃう、ね、鼻からシリーズまた出てきた面白いありがとう、衝撃でした、ということで以上、全国放送じゃ言えないひそひそ話でした。ではここで一曲お聴きください。この番組は普段隠しているようなことをこそっと言ってしまおうという番組ですので、うん、私たちが選んだ AKB48 の隠れた名曲をおかけします、うん、1曲目は私道枝が選びました。お、 AKB48 で抱きつこうか。気がつかなかった。
AKB48 のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから。続いてのコーナーはこちら、タイトルコールお願い。何を思い出させる？このコーナーは私たちの最新シングル久しぶりのリップグロスの歌詞の中にあります、何を思い出させるから取った連想ゲームになります。リスナーさんには4つの単語とそれから連想される答えを送っていただいております。はい、これはねもうゲーム、うん、ゲーム、うん、めっちゃ楽しそう。楽しいよ、うん、なんかでも私は全然このゲーム得意じゃなくて、うん、あ、そうなの？全然ピンとこないんですけど。うん、難しそう。でもね、でもさっきポンって頭いい？いや、よくない。嘘？うん、でも、どうなんだろう、私どうだろう。この問題はね、ちょっと引っ掛けも入ってるかも、私が今から出す問題。まあ、でも頭をひねればすぐわかるかなっていう感じです。オッケー、サキポンが好きな感じかもしれない。あ、本当？では私から問題出しますね。うん、ラジオネームニッシーさんからいただきました。丸一、鼻が赤い。鼻が赤いね、鼻が赤い。丸二、空を飛ぶ。空を飛ぶ。鼻が赤くて空飛びます。うん、これで分かった？ちなみにこの2つで。え、1つあるかも。ある？うん、じゃあ一回その答えを聞いてもいい？え、いい？うん、アンパンマン。正解！すごい。すぐ分かっちゃった。え、すごい。よく分かったね。鼻が赤くてさ、鼻が赤い人が空飛ぶっていう想像で分かった？うん、アンパンマンしか出てこなかった。まあ確かにね。で、ちなみに3個目は、ヒゲの生えたおじさんと仲がいいって書いてある。それで、4つ目は、バイキンマンをやっつける。あ、確かに、4つ目、バイキンマンっていうワードが出たら、もう速攻で分かる。ね、分かるかもだけど、実は鼻が赤くて空を飛ぶとか、でヒゲの生えたおじさんと仲がいいっていうヒントで、トナカイっていう引っ掛けがあったのよ。あ、そういうこと？すごい、鼻が赤い。トナカイ逆になかったかも。嘘。トナカイだったら絶対間違ってた。そっか、すごい、よくわかったね。でもさっきもアンパンマン好きなイメージ。そう、大好きなの。そうだよね、一緒だよ、私も大好き。一緒。ね、アンパンマン、あのテレビついてる。え、一緒、もう常についてる。そうだね、弟とかね、よく見るもんね。わかる、いいよね、アンパンマン。めっちゃいい。すごい、正解です。ありがとう、嬉しい。さすが。じゃあさきぽんから出題もお願いします。いきます、ラジオネームミュージックラッシュさん、からいただきました。一単語目は、避ける。避ける、はい、いいよ。で、二つ目の単語は、伸びる。ほー、はい、避ける、伸びる、どう、わかる？え、これで？ちょっと待って。避けるって、避ける、避けるは、あの分裂する方の避ける。あ、避ける、避ける、避けるチーズの避ける。あ、そうそうそう、そういう感じ。伸びる。そう、伸びる。チーズじゃない？え、チーズじゃない？正解、チーズ。チーズが正解です。やったー、待って、嬉しい、ちょっと嬉しい、ちょっと初めてちゃんと自分で答えれたかもしれない。本当？やっと来た。やばい、嬉しい、嬉しいね。私は4つ目の単語を言われても全くピンとこない人間だったので、2つ目のヒントで答えられて、ようやく。やった、嬉しい。さきぽんと一緒だね。あ、でも確かに、あのスタッフさんが私の、あの問題出すときはめっちゃ簡単な問題を選んでくれてるから、なるほど。そういうことか。まあ喜んではいたけど、多分ファンの方からしたら、2つ目の単語言われた瞬間に分かってたかもしれない。ああ、なるほどね。
ちなみに3つ目はとろけるで、うん、4つ目はフォンデュでした。フォンデュね、フォンデュはもうチーズだね。ねチーズだね、もうこれ確かに。確かに全部揃ったよね、チーズ、うん、3つ目4つ目聞くとチーズしかないね。ね、うわすごい。でも嬉しいな、うん、嬉しいよね、当たるとね、すっきりした、ね、ありがとう、うん、すっきりさせてくれて全然。はい、ということで以上、何を思い出させるでした。それでは10月19日に発売しました60枚目シングル久しぶりのリップクロスを聞いてください。 AKB48 で久しぶりのリップクロス。当社自慢の住宅をたくさんの人に伝えたい。自宅の自宅、マイホームを探すあなたとつながりたい。自宅の自宅、山梨日日新聞社が送る山梨のマイホームづくり応援サイト、あなたと理想の住まいをマッチング、今すぐ検索。自宅の自宅、司会の開催が難しくなった昨今ですが、このラジオだったらできちゃいます。しかもささやき限定。このコーナーではリスナーの皆さんに握手会で私たちにささやいてほしいセリフを紹介するコーナーです。はい、はい、ささやきでねセリフをたくさん言うんだけどね、うん、事前に私たち選んできましたので、うん、いっぱい紹介していこうと思います。じゃあ私からいくね。うん、ラジオネームあごひげのてつさんからいただきました。もうめめしいこと言わないの、コピッとしらし。はい、コピッとしろしは、コピッと
っていうのが公衆弁でシャキッとしなさいっていう意味みたいです。へえ、そうなんだ。ね、初めて知った、うん、コピットってなんかかわいい、かわいい、ね、かわいいワードだね。シャキッとしなさいっていう時にコピットしろしいっていうらしい。え、かわいいね。ね、公衆弁かわいいのが多い。あごひげのてつさんは山梨に住んでる方なので、いつもね学べるんですよ。めっちゃいいですね。ね、さきぽんはなんかあれ、お父さんが、うん、どこだっけ。お父さんが仙台。仙台か、うん、仙台ってなんていうの、訛りというかないんだよね。あ、ないんだ。そう、わからないの。そっか、そう、じゃあ標準語。そう、全然、そう、標準語でずっと会話してるから、なんか憧れるよね。え、ね、ね、ね、かわいいよね。かわいい、わかるわかる。報酬分もかわいいな。コピット、ね、これから使えそう。コピット、コピットシャキッとシャキッとってなるけどじゃあ次、さきぽんお願いします。はい、ラジオネームニッシーさんからいただきました。かわいいってかあれだね、ささやき上手だね。え、ほんと？めっちゃ上手。嬉しい。すごいスーって。え、ほんと？耳に入ってくる。ちょっとさっきささやきでさ、うん、思いっきりさ笑っちゃってさ、あ、うん、やっちゃったと思って。そう、そう、全然全然。かわいかった。向いてるよ、ささやき握手会。嬉しい、嬉しい。かわいかったな。じゃんけん、私もちなみに出しました。今じゃんけん出した。うん、パー出した。あ、でもさきぽんがきっとチョキ出したから、さき無敵だから負けちゃった。無敵出した。かわいい、お話が行きたくなった。ありがとう。じゃあ続いて、私、ラジオネームスキッパースリッパーさんからいただきました。おせちはかまぼこが好きです。かまぼこ美味しいよ、ね。かまぼこ、まあそこっていう感じなんだけど、うん、かまぼこが一番、うん、お正月になると一番いっぱい食べてるかも。うん、なんか私のお家は、うん、おせち、なんか箱に何段もあるおせちっていうのは、うん、毎年食べてるわけではなくて、なんか、うん、かまぼことか数の子とかイクラとか、うん、そういうのをそれぞれ別で買って、うんうんうん、っていう感じなんだけど、うん、そう、その中でもかまぼこが一番、なんかいっぱい食べても、うん、なんか罪悪感ないというか、うん、無限に食べれるから。あとお雑煮にも入れるし、うん、だからかまぼこが一番好きかな。確かに。さきぽんは何が好き。さきはイクラ。あ、イクラ、イクラ、イクラいいよね。そう、確かに。そうそう、イクラも無限に食べれるな。そう、無限に食べれちゃう、ね、そう。お正月とかでしか食べないよね、むしろ。そう、なかなか食べる機会ないからね。ね、おせちいいな。うん、え、イクラの他は。え、イクラか、カズノコ。あ、カズノコ。そう、プチプチ、そう、プチプチプチしてるものをずっと箸でつまみながら食べてる、うんうん。そうなんだ。確かにカズノコも美味しいよね。うん、なんかイクラをさ、贅沢にさ、白米にドーンって乗せて、イクラ、イクラ6、イクラ7のご飯さんみたいな絶対贅沢にね、食べたいよね。食べたい。あ、おせち食べたい、ね、おせち好きだな。食べたいね、楽しみです、うん、じゃあさきぽん最後お願いします。はい、ラジオネームハムマサさんからいただきました。ねえ、寒くなってきたからポケット貸してほしいな。えー、かわいい。またまた、はい、癒しなセリフをありがとう、はい、ねえ寒いね。ねえ寒いよね、本当に。確かに、さきぽんからこんなこと言われちゃったらもう、いやいや、何個でも貸しますポケット。そっか、さきぽんはさ、寒さ対策とかなんかしてる？寒さ対策、うん、え、さきね、本当に年がら年中って言っていいほどヒートテック着てんの、うん、おお、え、夏でも？そう、寒くて、なんか、なんで？寒く感じる時があるの。あ、そうなんだ。そう、じゃあヒートテック年中愛用してるんだね。そう、
年中愛用してます。へえー、そうなんだ。今日も着てますか？着てます。おバッチリです。いいね。ね、夏に着てたらさ、冬にさ、うん、ヒートテックの暖かさ感じなくなるの？感じない感じない。感じないよね。あのシャツ着てる気分、うん、そうだよね。それが当たり前みたいになっちゃうから、うん、そっか、いいね。ヒートテック最強よね。最強。最近私、うん、あの靴下もヒートテックのやつ履き始めたの。そう。どうあれ？え、うん、わかんないけど多分いいんだと思う。え、うん、ちょっと悩んでたのよね。あ、そうなんだ。そう、初めて知ってヒートテックの靴下があるって、うんうん、だからそれも足首とか手首とか、ね、絶対いいよね。うん、あったかくなる、温めるのがいいって聞くから、うん、ヒートテックの靴下をね今年から履き始めました。寒さ対策ね、これからも頑張っていきましょう、うん、ということで以上ささやき握手会でした。 AKB48 のささやきラジオ、多分山梨石川福井でしか流れないから。AKB48 のささやきラジオ、エンディングのお時間です。さきぽんどうだった？さきね、実はねラジオまで2回目で。あ、そうなの？そう、2回目なの。だからめっちゃ緊張した。人生でってこと？そう、人生で。あ、そうなの？え、1回目は？1回目は、うん、あのオンさんと。そっかそっか。ありがとう。全然全然、めっちゃ緊張してた。内心バックバック。本当、しかも2回目のねラジオはささやきっていう。ささやきの方が全然なんか、うん、やりやすかった。あ、本当、うん、よかった。でも嬉しい。私あのというかこのラジオ、うん、ジュロキーがね、うん、あの結構来てくれてて、うんうんうん、順番に、うん、だからさきぽんにも来てほしいなって思ってたから、ね、嬉しい。ありがとうね、癒しを。楽しかったです。こちらこそありがとう。ありがとう。ということで、この番組はラジコのタイムフリー機能で1週間以内であれば後から聞くことができます。山梨県、石川県、福井県以外でお聞きの方はラジコプレミアムに登録すればタイムフリーで聞くことができますので、ぜひお試しください。またこの番組ではあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスは akb@ybs.jp、 akb@ybs.jp。 またこの番組の感想はツイッターでハッシュタグ AKB48 のささやきラジオでつぶやいてください。ささやきはひらがな、ラジオはカタカナです。ここまでのお相手は AKB48 山内瑞希と道枝咲でした。バイバイ。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りしました。今日の天気は分かるよ。